キラ町は、かつて、愛知県発群にあった町。2011年4月1日に、西尾市に編入合併された。キラの名は、八つ面山に賛するキララに由来する。中世には、足利士族の登場をキラ氏が領主を務めた。三河湾に面していた。会場には、無人島の梶島がある。江戸時代、町域は、西尾藩、大滝藩、沼津藩、川越藩、寺社。 旗本といった、様々な領主の下にあった。江戸時代初期の著名な領主に、光家旗本吉良義ラ・がいた。白浜吉田園田中心部を流れる矢崎川、川口第一次産業が盛んな町であり、北部横須賀地区の農業、南部吉田地区の漁業に大別される。このうち農業は、柿園芸や野菜の栽培が盛んであり、漁業は、三河湾内の沿岸漁業やア 海苔の養殖が中心である。工業も吉田港で水揚げされる海産物の加工品に関連したものが中心である。矢萩古川川口付近には塩田があり、製塩業も行われたが1970年に廃止された。沿岸部の観光も主要な産業である。はず山地がそのまま突き出た宮崎海岸は岩石海岸として風光明媚を誇る。また、 温泉が湧くために、キラ温泉として、保養地となっている。キラ町立図書館名鉄キラ吉田駅中心駅は、名鉄西尾線と蒲氷線のキラ吉田駅があり、西尾線は北に向かって、蒲氷線は東に向かって伸びている。蒲氷線では、ワンマン運転が実施されている。壁南市方面には西に向かって、三河線が通じていたが、2004年3月31日に、 廃止され、現在は沿線だった西日町から運行委託された名鉄バス東部によるフレンドバスが運行されている。道路交通としては国道247号が町の中心を東西に貫いている。2011年の合併時点では名鉄西尾線と蒲郡線が通っていた。かつては上横須賀駅、東戸田駅、三河小木原駅。 吉良吉田駅の4駅が存在していたが、1969年には東都田駅が廃止され、2006年には三河小木原駅が廃止されたため、2011年時点で残っていたのは上、横須賀駅と吉良吉田駅の2駅である。2004年までは、吉良吉田駅から一式町や西吉方面へ行く、三河線も存在した。吉良町役場は、三河小木原駅の近くに存在した。 一般国道主要地報道、一般県道広域農道一般農道昭和30年代の映画黄金期、キラ町には映画館の大江劇場と吉田座があった。なお、1960年の初軍には、初映画劇場、朝日座、一式映画劇場も含めて五館の映画館があった。近伝地味田堂、家ゾ寺、キラ吉中の命で作られた黄金亭キラ町ウ,ウェブサイトでは、 下記の三人をキラ三人衆として紹介している。1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。